こんばんは、農家との編集でお送りしています、ニュース委タク主に、新防衛研究チャンネルさん、近藤池節さんと、また、情熱かさチャンネルのニュースのトラガオから、中国、またロシアの情報、また、このトッサン TV さん、なかなか、この、またネット大衆ブルーからさ、 最近、えー、動画を配置する時はありませんけど、まぁ、あ、X にその動画をこの共有ですかね、えー、アップして、そのサムネ、説明欄をお確認しています。えー、では、行きたいと思います。えー、今日は、えー、白首は、えー、もう昼ですね、えー、ゴールデンウィーク。 前半のこの7月の29日ですね、明日火曜日で月末ですね、土曜日から始まった27、28、29ですね、3連休で、また3日間お仕事で、また後半のゴールデンウィーク3、4、5、6ですね、4日間ですね、中にはまあ、まあ、えー、 まとめて10連休という方、いうことも、えーま、マスク目に登っていましたけど、えー、完全に言、えー、んだくなっていますね、えー。普段はお仕事の場合、本当に短く、出、え、勤、ー、前に、えー、本当に慌ただしく、本当に1分2分間、早口で、えー、もっと落ち着いて喋ったらという、まあ、ご視聴を見ている方からの、えー、コメントもありました。感謝いたします。毎、えー、毎日毎日この 特に新防衛研究チャンネルさんですね、えー、近藤一季節さん、えー、なかなかこの難病ですかね、えー、ちょっと病名は分かりませんけど、えー、との戦いで、えー、こういう、えーね、このニコニコの動画もされていて一回この YouTube で、えー、この、ね、マ,スマスクして、えー、このね だいぶですかね私も少し拝聴させていただきましたけど、えー、なかなかいろいろとこの 前回このまあ河野太郎さんが日本の防衛のこの足枷になってるんじゃないかということで日本改革党の代表忘れましたけどその方もなんか河野太郎さんからなんか歌えられてるみたいでそ,こその辺はちょっと内容は分かりませんけどこの河野太郎さんを防衛大臣の時にこの山口ですかねなんか費用交代、えー い、えー、いろいろあります、ね、この、えー、投資した分にちゃんとした、えー、費用交代がある,あるかどうかということで。 その、えー、このミサイル防衛、えー、配備を、この土地埋衆ですかね、この断念したということで、えーえー、国防にしてもそういうのがあるかなと、ふとドシロットで思った時もありますけど、今回また、このちょっと分かりませんけど、これは政治的判断か、このウルマスチのこのゴルフ元ゴルフ場のこの、えー、この沖縄のこの自衛隊の,この、えー、訓練ですかね、訓練をなんか、 今回、えー、誰かな防衛大臣は、えー、木村かな木村防衛大臣かな、えー、断念した,、えー、したですね、えー、地元の自民党の方も反対したということでなかなかこの、えー、辺野古の問題もあるし、えー、問題がこれ以上まあ一優先順位がこのどうで 低いんですかね。えー、与那国は、この、えー、ミサイル防衛、えー、この基地が先にできましたですね。石垣島よりも、石、え、垣、ー、島も去年から今年かな、石、え、垣、ー、島、駐屯地ができました。宮古島にはもともと、沖縄本島ですね、えー、この、自衛隊は、 この私世代が1960年生まれですので生まれながらアメリカの占領統治管理ありましたですねそういうことで復帰した1972年5月15日ですね復帰した時に自衛隊も配備されたということでなかなかそういう日本のこの反米感情が沖縄本島を は結構高いです、ね、石垣島の方は結構、えー、私が高校いた時にはもう、えー、米軍基地跡はあ、ありましたけど。 もう駐留してなかったですね。そういうことで、えー、まあ、保守が強いという地域からということで、改めて知りましたけど、そし、えー、これまた、八重山諸島の、また、この、えー、はて島ですね。えー、特に、世の国は、台湾有事、の、南の西でこのミサイル、えー、通信、今、通信基地ですね。えー、々はもともと、 えー、この革新系かな旧民主党系やったけど自、えーまあえー、民党地,地元ですね沖縄では、まあ、結構、えー、沖縄大衆沖縄大衆党かな、えー、ちょっと、えー、そういう地場のそういう勢力強かった気がしますけど、えー、なかなか <laughs> 完全に、えー、余談になってますねもうお恥ずかしい台ですけどコーヒーでそういう 安全保障です、ね、<laughs> ライブではありませんけど、えー、だいぶ、えー、ウクライナの戦況からだいぶかけ離れてますけど、ライブですねそういう安全保障。難しい、まあ、ど素人ですけど、えー、この、えー、このロシア、また、えー、北朝鮮、そして中国ですね、えー。以前、まあ他のチャンネル、ク,クララチャンネルですかね、えー、陸海軍の軍人が見たこの。えー 防衛線について、よくこのロシアは地球儀がありますけど北極海が見るということでバルト海がこの特にスウェーデンがこの n a t 化したということでバルチック艦隊かなバルト海の艦隊がちょっと動きが動きができない主に動けなくなるということでオース海の極東の方にベーリング海ですねまあ アメリカと対峙しているところに力を注ぐということで、また温暖化で北極海の航路のがあるロシアですね。そういうことで、北方ですね。そういうことで、日本もこの両面北方とその南西ですね。そういうこの防衛ということで。 <laughs> に安全保障についてど素人ですけどそういう流れですね今回そういう、えー、アメリカはこの中国に対してこのフィリピンに、えー、この1600ルーの中距離ミサイルを配備したですねもう配備していますねそういうことで、えー、ウクライナ今回、えー、な本当に、えー、まあロシアがこの核を使う使うといってそういう核、まあ、常任国 国ですね、えー。そういうのでなかなかまあと <laughs> まあそれがまた時がまたバイデン大統領ということで民主党でまあ、えー、アメリカはこの、えー、この最初からちょっとこの辺わかりませんけど、えーまあ、兵力をこ、ま、送り込まないということで なかなかこういう状況ですね。支援があ、ヨーロッパもなかなか、特にドイツですね。なかなかその、えー、しまし,してないですけど、今回またアメリカ、半年ぐらいアメリカが、共和党のジョンソン会の議長がこの、えーえー このウクライナ支援を、だ,だだ、だ,だをこねて、えーし、しませんでしたけど、今回、やっとこの超党派ですかね、特にアメリカの防衛産業にメインを送っていくこともう踏まえての、えー、そういうウクライナ支援です。パッケージが可決したですね。えー、なんからそういうことで、 なかなかこのせ戦況ですね。えー、この、なかなか私も、えー、今回の全面戦争で、ちょっとお、世間の注目を浴びて、その流れからですので、えー、このクリミア半島のこの併合2014年ですね、その時のもときちんと国際、この、えー、せ世界があ、ロシアに対して、この圧力をかけていったら、あこうな,な,なってなかったというか、その前のこの、そのこう,こう、崩壊の時期の、 えー、このブダペスト合意ですかね、なかなかそのウクライナの安全保障、このの、えー、まあその周辺がおロシアを含めて安全保障を見るというのに、このウクライナのこの、このえー、っと、 どれかな、えー、とこの、えー、核を廃絶した、ですねそれなのに逆に、えー、このウクライナを安全保障を守るのはずのロシアが裏切ってこの攻め入ってますね、えー、ウクライナを独立を,を,を,をするのに、えー、安全保障を守るというのに逆にロシアがこのウクライナを取りにかかってますね、奪いにかかってます、そういう流れからして私のことですけど、このね。 プーチンはいろいろこの、うん、難癖つけてますねいい,いいかかりをつけてのロ、えー、シアがこのウクライナを取りにかかってますね、えー、ナチスとか NATO とかということで結果的にそれで、えー、この北欧があ、えー、このフィンランドおバルト三国が本当に NATO、えー、に入りましたし今度ウクライナもそうですね NATO そういうことで、えー、この今回、えー、また 今回またその流れからしてまた、ハマスがこの去年の10月ですね、イスラエルにテロを攻撃して、その流れで反撃でまた、イスラエルが反撃して、今回また、それはまた、この後ろで手を引いているのがイランということで、このハマス・ヒズボラ、このイメイの風車ですね、そういうことで、この、この、 先に、えー、このダマスコのイラクかなダマスコはシリアかなシリアのこのイランの大使館の付属かな大使館本体じゃなくてその、えー、に関連する付属のでこのハマスのこのいイラン革命防衛隊の、えー、を完全に、えー、この、えー、この,、えーこのえー、まあ幹部をこ結構お、えー、この えー、排除したことに対して、この、えー、イランがこの300機ぐらいの無人機、またミサイル、うん、弾道弾で、こう、この、攻撃して、今度、また、この、えー、イスラエルも、この、う1回、えー、また、えー、中部ぐらいかな、あ結構ミサイルで、えー やり返していますね、えー、その後そういう、えー、プロレスゲームじゃないですけどまあ、お互いそういう国内、えー、そういうメンツもあって、えー、これで、えー、報復報復でとど、えー、まっていることで、えー、またこのイスラエルも今度またいろいろと、えー、この 今回、えー、この直し解放したらーラファーの,この南部はしないということはニ、えースに上がっていましたけどどうなるかこの収まるのかどうかです、ねまあ、この経済も原油の,この、えー、高止まりということで、えー、このまたブリケン大統領が <laughs> ブリッケン国務長官ですね、えー、中国に行って、このロシアにこれ以上応援すると、もっとえ締め付けを厳しくするよということを述べていますので、まあ、中国の地方銀行も、このロシアとの口の座を凍結、まあ、やめて、そういう流れを削っていますね。今回この流れで、えー まあ、この、この、ウクライナ戦況に戻し、戻しますけど、もう完全にこの、え、ライブ感覚になってますけど、今回この、え、この、旧の、2、3地で攻撃するというのが、この、え、存在して、そして、東部、ドネツク、ドネツクの全面制圧ですね、え、が、え、本当に、最初の頃は本当に、え、 まあ、イジューム,、ね、ム戦車部隊とがありましたけどリマンですね、えー、この反転攻勢で、えー、このウクライナはイジュームリマンを奪還しましたですね、えーまあ、その後、えー、厳しいこの、えー、ドネツクですね、えーまあ、ロシアの,この領土、 と出く続きでですので特に、えー、リハンスク州のリハンスク州の仮に首都ゼベノ、えー、ドネスクが攻防ですね参加保障から参加秘書から攻撃があるということで、えー、その当時が実態対1ですかね砲弾の数が本当に、えー、最初。 EU も NATO も支援があまりこのアメリカだけで NATO も砲弾数が少なかったですね、そういうことで撤退もしてますね、このリシャンシクもその後撤退してますね、今、この、えー、何の森ですかね、セレブシクの森かな、そしてビルホリフカの高台はまだ堅持してますね、このウクライナ頑張っています。 このバックムットは本当に、えー、まあ優勝じゃないと言ってましたけど、えー、このロシアがこのワグネル特にプリコジンこの囚人兵を舞台にゴリしをして、えー、このウクライナはもう撤退してますねウクライナも結構犠牲を出していますけどセブンデネスクに比べてそして今回また、えー、アウディリディーカーですね ロシアの国有勢、えー、なかなかこの核爆弾が特に厳しい軸で国有勢が取れない中でアウディディカ特、えー、撤回して、このバックムットも下がって、アウディディカも下がって、えー、このような状況になって、このゼネキザイトルはその前に、えー、シル印式かな、あちで、えー、サルジーニー総司令官を、まあ、ま、えー、解任して、この今、地上軍の 以前、地上軍の責任者あったセルシキですね、入れ替えして、なかなか今回、おチャンネル、今回、やっと本題に戻りたいと思いますけど、はい、15分ぐらいしてから、ほとんどライブ感覚となっていますけど、話が、はい、なりましたけど、こっちから、この、シンボエ研究チャンネルさん、 この、えーえー、ウクライナ選挙 2八日ですね。2024年の28日、えー、この前駅がだいぶ15分以上流れましたけど、えー、このロ航空基地で、えー、空爆、ウクライナ軍、どね、つく北で体制立て直すことに成功ということで、えー、落ち、落ち寝てですね、落ち寝て本当に、えー、なんかこの、えー、47機械化両団、えー、このアゾフ大隊ですかね、そういうアゾフ、そういう、えー、この戦、えー、っと、猛烈というかその、歴戦のそういう 体がちょっと新兵いじり、他の百の155を、まあ、聞くところによるとですね、その、うん、下ということで、えー、この新兵の155かな、が、えーまあ、退却した、その入れ,い入れ違いですかね、を隙を突かれて、えー、ロシアが2、3日で落ち寝てを奪還してますね。その後、ウクライナ軍がこの、えー、立て直し成功してますね、まあ、ロシア軍も追撃が本当に息切れですね。そこまで、えーえー ロシアもこの余裕がなくて、ことで、えー、この、ウクライナも厳しいけど、ロシアも厳しいということで、ウクライナ軍は、まあ、この、立てのわしに成功してますね。防衛ラインを聞いて、えー、昔その、戦況ラインで、この、うんえー、近藤さんが説明してましたけど、日本のラインを引いて、 建物は成功してますね、えーこのうん。上のクパンスクでも一部下の方が、えー、隙を突かれて、えー、占領されていますけど、えー、ビルホリフカの,その付近ではウクライナも頑張ってます。えー、このチャ,シウルチャシアールでもチャシウルですね。えー、本当に、えー、大攻勢を前に、総攻撃前にロシアは相当。 舞台をこの整えていますけど、ウクライナ軍も迎え撃つ、えー、構えをしてますね。えー、またまた目が離せないですね。そして、このドネツク、えーおねえー、このおねえ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 お下えおね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 おねえおねえおねえおお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  オリヒューですね。オリヒューの戦線。えー、そしてクリンキーですね、えー。この反転、えー、このウクライナの反転を第二次はちょっと頓在しましたけど、えー、このオリヒューからこの特幕ですね。そしてアゾフカに、うん、この、えー、抜けるこのクリミ半島奪還ですね。そういう。 アメリカのそういう南部構成が存在しましたけど、特に、えー、航空優勢が取れる中、また、えー、ロシアの、えー、そういう地,、えー、地雷ですね、そういう衝撃なくて、えー、もうまたアメリカの支援もなくて、この、存在しましたけど、今回また、ウクライナ軍は、ストームシャドウをはじめ、いろいろと、この、クリミア半島のこの、えー またジャンコイ、えー、この航空基地、えー、レろいク,クリミアの防空システムですね、ほとんどこの最初に捉えたこの、えー、ネズー島かな、えー、島をはじめ、機、え、関、ー、モスクワ、国会艦隊をほ,ほぼ、まあ、無力化してますね、えー、国海、オデッサからの、えー、穀物も輸出も再開してますので。 えー、なかなかこの、えー、ロシアはまだ、えー、このミサイル防空を打ち込んでいますね、えー、なかなかこの西側支辺の服に、えー、このパトリオット、この防空システムが、えー、ウクライナがまだまだ完全です全部撃ち落とすことできないですね、えー、打ち落とすのできないものが着弾して多くの被害、民間、そういう施設に出ていますので、えー、完全なこの。 ウクライナの防空システムですね。ウクライナも逆に、えー、このロシアのこの,、えー、この石油またいろいろ飛行場軍人基地と空爆していますね、えー、またこのクルミ半島のこの この無理不可ですね。はい、<laughs> 最後、全 <laughs> 般はほとんど、えー、この、クラン情勢について、まあ安全保障についての言うテいうことになりましたけど、後後はい、引き続き、えー、この、シンボル研究チャンネルさんをウォーチングしていきたいと思います。えー、これ、近藤樹節さん、クラン選挙、2024年、えー、4月の28日、えー、この27日、えー えー、今日は2九日ですね。十8日、27日の現状ですね。えー、ロ,ロシアの,この航空基地で、えー、空爆、ウクライ,ウクライナ軍、ドネツク北で、えー、体制立て直すことに成功ということで、えー、このオチ寝ネテですね。そして防衛戦、えー、構築、えー、ロシア追撃き続きすることで、引き続き、き続きえー、新防衛研究さんを えー、ちんきしていきたいいたと思います、えー、このソ連崩壊時の、えー、この,この、えー、ウクライナのこの独立、えー、の,の時の、うん、試験の回復ですねクリミア半島も,もちろんドネツクこの全種そして完全なこの。 ウクライナの試験の回復。そして、また、この即時ですね。この、プーチ、ロシア軍が、ウクライナから撤退ですね。そして、ウクライナ平和。マスターです。マスターこのウクライナを支援しています。ウクライナへエコれ、マスターのこの一部チャンネル登録、またコメント、引き続きよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いいたします。次回のニースンタ択でお会いいたしましょう。今日は長く休みになりましたけど、えー、ほとんど、 安全保障、本当に、えー、ユンタクと悩みましたけど、えー、次回のニース、ユンタクでお会いいたしましょう。ま、スタートでした。終焉です。パッションプレゼン、シャロム、シャロム、シャロム。